グッドモーニング、ありがとうございます。ねえ、やっぱ斜めるなんでだろう、なんでこんなに斜めるんだろう。ちょっとまあ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 いいかな、ちょっと斜めってるけどちょっと斜めってるね。あ、いい感じ。あ、今いい感じ。今止まれ、止まるんだ。オッケーオッケーオッケー。お、学力1おめでとう、ありがとうこんばんは、やっほー、グッドモーニング、同じ空見上げてこう。今日めっちゃ大人っぽい。あ、髪の毛の形じゃない形って何って感じだけど、今日も京都でセンター分けでございます。グッドモーニング。おでこに住みたい、もう新たな住居を見つけたねそしたらライトをつけます。グッドモーニング。今日はね、桜と写真を撮るためにメイクをしました。えらちい、私メイク普段全然しない人だからね。眩しいですか。センター以外の分け方あります。うん、私よくね、この斜め、なんか七三分けみたいな感じよくするあ、富士山ヘアって言うんだこれ。確かに富士山みたい。こんな感じ。セルフプロデュース生写真で来るかな。お、いいとこ行くねその通りです。4月の生写真に入れちゃおうかなと思ってる。それじゃあライトを、うん、髪色も明るく見える。あら、本当、全然何もしてない。あの、染めてないんだけど、私もともと茶色いのよね。ナイスライト。よし、完璧です。そうそう、富士山ヘアの、あ、このアバターの子も富士山ヘアだ、本当だ確かにこの子ね、この子も富士山ヘア。へこで花見してきました。いいね。そう、私も桜を見にっていうか、写真を撮りに安らぎ亭に連れて行ってもらったんですけれども、え、なんじゃこりゃ、すごい。あ、君の名は希望の光か。びっくりした、君の名は希望って急に乃木坂さんの曲の題名のギフトができたのかと思った。希望の光か、今光だったよね、びっくりしちゃったびっくりした、ありがとう。もうそんなのもあるんだね、すごい。そう、それで安らぎ亭に行ってきたんだけど、安らぎ亭何気に行くの初めてでさ、で、なんか斜面、芝生の斜面に家族連れとか、お友達とか、それこそなんかサラリーマンの方々かな、おじさま方がね、集まってね、なんとビール開けてたりしたりねいや、和気あいあいとしていいなと思って、めっちゃ行きたかった確かにサラリーマンの方何してんだお仕事がね、お休みだったんでしょうね。ね、混ざっていきたかったね。春色は何色が多い？春服か。春服は、白。しれっと会話に混ぜるの得意そう。あ、混ざりたかった。そう、息抜きは大事よ。みんなも息抜きしてきてね。こんばんは。
ありがとうございます。グッドモーニング。エサコエサレディオ聞くからね。あ、ありがとうございます。そう、今日はエサコエサレディオ、日向さんとリリカと3人で収録させていただいたのが今日放送ですので、ぜひご覧ください。なんとね、安田ヨーグルトさんの、あのブルーベリー味を持っていましたが、何をしたのでしょうか。さあ、今日なので、あの配信今日21、あか、時計がこっち向いてなかったからわからない。21、20時55分になったら教えてほしいです。お願いします。ありがとうね。お願いします。すみません、皆さんのマネージャーさんになっていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。あの、そんな感じでね、3人で収録したので、そう、意外な組み合わせだよね。私も思いました。でもあれです、3人の共通点、私的共通点はワンちゃん大好き。そう、あの3人とも犬を飼ってて、ワンちゃん飼ってて、ワンちゃん大好きっていうのがあったなと思って。そう、日向さんとね、ちゃんとお話しさせていただいたのがね、何気に初めてだった気がする。なんかここまでたくさんお話しさせていただいたのがね。あ、そうだ、これつけてない、ここテロップ、テロップ何にしようかな。昨日日向祭り聞きながら長野で仕事してました。おお、長野県でお仕事だった、すごい。12日から白山神社で春祭りだから、サンキちゃんとして行ってみて、ポッポ焼き食べれる。え、本当に行きたい。あ、ラジオ聞いてね。確かに、21時からのエッサコイサキイ、あ、間違えた、キイでねーねーはーと、オッケー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 。そう、日向さんもずっとね、あのめっちゃでも大好きなんです、私、日向さんのあのお顔。そしてあのね、私本当に、あのもう話していいってことかな。そう、なんかちょっと日向さんを見習って私も人生変えようと思って。あのね、本当にね、あのそう、なんか私アイドルになってから、なんだろう、もうさ、アイドルだけみたいな、なんて言うんだろう、こうさ、いろんなことを同時進行できない人間なんですよ。なんか苦手な人間で、だからもうアイドルを始めたらもうアイドルだけみたいになっちゃってて今で、なんかそう、あのだけになっちゃってんの。だからね、あのでも日向さんはそのなんて言うんだろう、作品っていうのかな、映画とか本とか、なんか日向さんの今月の目標みたいなのを、目標なんて言うんだろう、あ、そっか、でもこれはラジオで話したっけ、あ、待って、いや怖いからやめとこう、あの明日にします。あ、言わんとこ、明日話すね。明日、あれ、明日配信できるっけ、いや、明日以降にします。ちょっと怖かった、あの何をラジオで言って、何をこうプライベートというかで話したか忘れちゃったからやめとこう。
また後日話したいと思います。そうだね、明日は公演だもんね。よろしくね、明日夜公演。わい。そう、めっちゃとりあえず日向さんからたくさん刺激をいただいて、あの私も頑張ろうって思ったっていうのがあらすじです。あらすじとは、いや本当にねすごいよね。ということでね、そう明日も公演だね、楽しみだね。明日は4日、4日だ、4日か、明日4日か。明日は4日だね。え、4月始まってもう4日も経つの、早すぎる。明日の公演の目標は、明日も楽しむ。ざっくりしすぎ、最近ざっくりしてる。13日は申し込んだよ、ありがとうございます。そう、次はね、4日の次は確か13日から。楽しみだね。時間が経つの早すぎもと、本当に早すぎもとです。え、待って、4日に明日公演やって、5、6、7、8日がおしゃべり会、9、10、11、12、13が公演。あれ分かんなくなってきた。合ってる？そんな感じだね。でその間にも春祭りとかがあったりして盛りだくさんですね。あ、20日の公演申し込むね、ありがとう、楽しみ。公演も楽しみだね。さ、なんか今日さ、なんか話そうと思ってたことあったんだ、なんだっけね、なんだっけね。あ、そうそう、今さカウントダウン TV ライブライブやってるのご存知ですか。なんかその今の時間帯20時頃からって書いてあったかな、20時頃からあの48グループさんのそのなんていうの、なんだっけメドレーっていうのかながあるんだよね。見たくてうずうずしてけど、それをめっちゃ忘れて、これあの配信予定入れたから今録画してます。見るの楽しみ。もうね、私最近ほんと音楽が生きがいになってるの。だからお風呂入れない、いやーもう無理だ動けないみたいななった時に音楽流したら、あ、いける。よし入れるってなるんだよね。びっくりだよね、音楽の力って最大限、絶大、効果絶大です。ネタバレしない方がいい、うん、ネタバレはしないで。でも大体出てたか、どなたがどの組が何を歌うか。お風呂ではね聞いてない、お風呂に入る前、お風呂に入るまでがね長いんだよ私。あの入る気になれなくってね。私は最近は洋楽をよく流してます。洋楽が好きなんだよね。
今桜井坂やってるの、桜坂さんが。いいな。そう、最近私洋楽聞いてて、でも洋楽もなんかさ、洋楽のいいところってあのなんか日本 J-POP よりもこうなんか私 J-POP を聞いてるとなんだろう、歌詞まで聞きたくなっちゃう人なの。めっちゃめっちゃね聞きたくなっちゃうの。でもあの洋楽だと そこまで歌詞にこだわらないっていうか、なんていうの、もうスルンって抜けるような感じっていうか、垂れ流しに最適だし、あと J-POP にはないリズムの取り方とか音の音程とかがあって楽しくって永遠と聴いちゃうんだよね。でそれでやる気出る。あ、桜坂さんバンやってるの、いいよね、いいよね、めっちゃかっこいい。そうめっちゃね、そうメロディーが好きなんだよね。わかる、洋楽雰囲気を楽しむの。そうなの、そうなの。あ、英語の勉強に、え、そう、あのね、高校の時も、今も高校なんですけど、なんだ、前の学校行った時とか、英語やっぱ得意な子周りにすごいいて、でその子たちにどうやって英語の勉強してるのって聞いたら、洋楽を聞きながら聞き取ってる。やっぱリスニングがみんな強くって、あーすごいと思って、私もやろうと思ったんだけど、洋楽流すとノリノリで聞いて終わっちゃうのよ。うい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 、あれ一曲終わったぞ。乗って終わるんだよね本当に。どうしても歌詞までねちゃんと聞きたくなくなっちゃう。よ、ええ、よ、よ、で終わる。ダメじゃんっていうね。分かってるんです、ちゃんと聞かなきゃいけないっていうのは。英語の授業の時、先生がいつもビートルズ流してくれた。え、すごい、おしゃれだね、その先生。まっちゃん、英語ネイティブいけそう。ほんと？海外に住みたかったね。海外行きたい、私本当に。映画字幕なしで見るとか、あ、やったやったやったな。あ、もうね、字幕、英語字幕をつけて映画見てました。英語の授業で、で分からないところとかを文法的な感じで授業したりとかね、あったね、そんなことも。海外どこ行きたいか、オーストラリア。だから最近は東南アジアも気になってます。タイとか、なんだっけ、マッカーサーじゃない。なんだっけ、もうこうマーライオンがあれ。なんだっけ、マーライオンなんだっけ、あ、そう、シンガポールです。あれ、シンガポール、そう、そこ行きたいんだよね。ベトナムも行きたいな、マレーシアも行きたいな。そう、なんか東南アジアも気になってるし。そうなのよ、でもあとはそう、もともとね留学する予定だったのがオーストラリアだったから、オーストラリアにやっぱり行きたい、再チャレンジ。あ、台湾もいいね。そうなの、結局ね留学できなかったから、留学、そうだね、ホームステイ的な感じで、うん、行きたいね。そうなの、オーストラリアのメルボルンに行きたい。メルボルン行って一人でホームステイして現地の大学とか行きたい。夢が壮大すぎる。でもね、まあ無理だろうけど。
一応そういう夢はありますね。オーストラリアってなんで人気なんだろうね。あれかな、日本とあんまり時差ないし、治安いいし、なんだろうね、気候とかもさ、なんか極端じゃないからかな、日本人にとって住みやすいからかな、住みやすいというか馴染みやすいのかな、どうだろうね。ねえ、イヤーズロック、わかる、イヤーズロックも見たい。あとね、オペラハウスだっけ。ああ確かに季節は逆だね。けどなんかどっちの季節にしろ極端で めっちゃもう溶けそうなほど暑いとかさなんていうの、熱帯かよっていうほどでもないし、冬も何かこう寒帯かよって思うほど寒くはないからね。オペラハウス行ってみたい、なんか本物のオペラ、本場のオペラも見てみたい。前にオペラハウスはシドニー、あそうだね、シドニーだね、それはね、外から見ただけだった。行きたいね。あ、ありがとう。あ、今エアコンつけてもらいましたサンタクロースがサーフィンしてる写真見たことある。あ、わかる。それなんかさ、なんかなんだっけ、教科書かなんかで見た、教科書ではなかったっけなんかで見たな、それな。昔、帝京長岡高校の修学旅行がオーストラリアでした。いいね、修学旅行オーストラリアってめっちゃいいじゃん。めちゃくちゃ素敵。切手もあった、お、切手もあるんだね。大学時代オペラとか歌ってた人です。合唱団、え、すごい、かっこよ。切手になってるのか、じゃあそれで見たことあるんかな。こんばんは。オーストラリアは南半球、確かに日本と季節逆だね。でも季節があるのもすごいよね。今日なんかさ話したいことあったんだよね。いやすごい今思い出してんのなんだっけな、なんかね今日話そうと思ったことがあったんだよね。そう、でも考えた時に限って忘れて、何もない時に限って思い出すね。あ、なんだっけな、高校進学校だから修学旅行はないって、悲しい学校でした。だからクラス単位で白馬に旅行に行った。おー、そういう高校もあるよね。わかる、修学旅行はないってわかる。なんだっけね、え、そこへさは行ったね、書いてある。で、安らぎて行ったことも話した。なんだっけ忘れちゃった。まあいっか。スタバ、あ、スタバね、スタバも新作をな、ちょっとユーハと一緒に行った。めっちゃ楽しかったし、美味しかった。そう、私スタバのなんだっけ、ワッフルサンドが食べたいんだよね。あ、やるべきことは進めましたか。進めました。ちょっとまだ進んでる途中なんだけど、昨日より全然動きました。今日私えらい頑張った、杉本萌え、頑張りました。
ラスト JK の目標とかありますか？ちゃんと卒業する両立、初めて1年間、まるまる1年間アイドルとの両立になるので、ちゃんと両立してちゃんと卒業する留年だけはしないように頑張りますいや何気にね難しいんだよね、なんか予定っていうかスケジュールが融通きかないからこそね。そう、単位落とさないように。そうなの、テストの点数はもちろんなんだけど、なんかしなきゃな、学校のなんていうの、日程みたいなので授業数コマ数が足りなくなるようなことがないように頑張らなきゃなっていうのはあるね。頑張りますねえ、出席日数足りないっていうのが一番怖いよね。頑張るね、頑張るわ。あ、そう、今日もうあれだ、分かったもうお洋服片付けたんですお洋服をね、なんかとても片付けまして、この今日のついさっきまで冬服セーターとかがめちゃくちゃ出てたんですよ。で全然着ないくせにめっちゃ出てて、これはダメだなと思って、そう、衣替え的な、実家にそうクローゼットがちっちゃいので、冬服着ない服ももう着ないな、1年後だなみたいなのをもう実家に持って帰ることにして、冬服をね片付けました。そう、めっちゃ冬服かさばるからさ、早いこと片付けたくて、そしたら春服がないことに気づいて買いに行きたい。どんなのにしようかな、春服どんなのにする、何を着ようかなNGT に入ってから一本洋服買った買った買った、それこそ冬服めっちゃあることに気づいた、たくさんあった。ワンピースいいね、いいね、もうワンピースももう何気にね持ってるからね、もうだからといって何をしようみたいな何にしようかめっちゃ迷う。そう、たくさん私服着る場面があるので、確かにスモちゃんに選んでもらいたいね。オフラインどんな服にするの？オフラインはすごく手の届かない向こうに髪を置いてきてしまいました。本気私服とか、可愛いの着るよ本気私服着ます。コマーシャルの後48グループ登場だって。お、あ、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。またお母ちゃんに撮ってもらった、これだ、これです、オフライン、じゃじゃん、演じ演じするのと、気まぐれ私服ミニスカコーデ萌えセットこんな感じです。このね、気まぐれ私服が普通に私服着ようかな、ミニスカコーデも
もう6月だから夏仕様のミニスカだコーデだね。この前は冬仕様のミニスカコーデだったから、どうしようかね。そう、もうさ、あのなんだよ、パンツスタイルとかロングスカートしか履かない人間だったから、ミニスカはもう本当にね出やすすぎてっていう。でもなんかこうやって予定に組み込むことで新しい自分の幅が広がるから入れましたさあミニスカ今仕事終わりました、お疲れ様、ありがとうね。次はどんなミニスカにしようかな。前回はあのジーンズ系のミニスカにした。4月22日会社の行事があるのですが、もちゃんのオフラインおしゃべり会を優先します。え、ありがとう、え、申し訳ない、ありがとうございます。一緒に楽しもう。あの無理やり見せられてそう見せたくって後ろに下がっちゃう。あのさ、オフラインでも意外と距離が近いからなんか見えにくいかなと思って後ろに下がったりしてたね。黄色の防湿機、あ、エンジン、え、どうしよう、迷うね。エンジンまだねちゃんと考えてない、考えてないっていうかまだゲットしてないので。え、これさ、髪どうしたらいいと思う？耳かけ？なんか前髪だけ取り残されてる。あ、こんな感じ？こんな感じ？わからない、わからない。22日オフライン行きます。お、嬉しい、お待ちしてます、ありがとう。耳かけいい？なんかさ、私本当にあのこの研究生のなんだっけ、髪型壁車だけ時代が終わったら絶対に前髪を分けるんだと決意しておりますどんな決意やねんって感じなんだけど、絶対に前髪を分けてみせるどうしよう、それでずっと前髪あったらごめんね。その時はね、どうしようかなって思ってて、マネージャーさんに一回、私前髪なしどうですかって言ったら、いや、あった方がいいってすぐ言われてと私のただの固定概念かなと思いながらね。ポニーテールも絶対したい、ポニーテールもしたいし、お下げみたいなのもしたい、お下げ三つ編みもしたいし、巻き下ろしもしたいし、前髪なしの巻き下ろししたいし、そう、いろいろあるんだよねツインテールはいいかな。なんかツインテールの顔じゃない気がするの私。なんかツインテールはみんなでするとかの時にやった方がいい顔をしてる気がして お団子ヘアもしたい、お団子したいね、なんかふわっとお団子、なんだっけ、一番最初の食レポ、みゆみゆさんと行かせていただいた、あの新潟一番サンデープラスさんの食レポのロケの時にあのしていただいたもりもりなあのお団子ヘアも可愛かった。でもそれよりあれかな、あれもいいな、あのビンズル、長野ビンズル行かせていただいた時の今っぽお団子、また今っぽまとめ髪お団子、あれも好き。くまさんヘアね、あ、いいね、くまさんヘアもいいかも。低いツインテール、あ、いいね、ひみこさん
いや、卑弥呼部屋をな、卑弥呼部屋はちょっとできないね。やってみたい髪色。え、髪色はあんまり変えないかな。なんかもともと茶色いし、あと現実を語るとね、あの宿毛矯正してるし、とにかく傷みやすい髪の毛だから、これでブリーチをして髪色を変えるとなると、もはや髪じゃなくなる気がするの。もうなんか紐ですみたいな。ただの紐みたいになりそうで、本当に毛じゃない、髪の毛じゃなくなる気がしたから、あのもうね、やめとこうかなと思って。やっぱさ、あ、ツルツルの方がいいじゃんね。なんか近くで見たら、ね、この人の髪の毛バッサバサやなってなったらさ、やだくない？だからちょっと髪の毛はいたわろうと思います。今のこのツヤを、このツヤを守りたいと思います。なんかさ、画面越しでめっちゃ綺麗でもさ、実際会うとさ、え、結構バサバサなんだなっていうのはちょっと嫌だなと思ったので。さあ、宿毛矯正も、あ、 AKB さんが始まる、見たい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 、え、うずうずしてる。もぞもぞし始めた。でもね、ね、あ、ショート、わかる、もうね、本当はね、ネタバレはしない、あ、ネタバレはしないでね。私の生きがいがなくなっちゃう。私もう最近本当にあの音楽聴くことが生きがいだから。ほら、あの私もさ、髪の長さをなんか、あのね、ここをこうやって巻いて、ここをこんな感じにして、こんな感じかな、これくらいも良くない？なんかこうやって耳のこの辺をこうやってふわっと巻いて、くびれ巻きみたいな、こういう髪型もしてみたいの。どうどうどう、いい感じ？この長さ、ミディアムっていうの、わかんない。この長さ、ほら、ここがいいんだよね。なんかあれよ、あの前、白石麻衣さんのちょっと前、一昔ほんのちょっと前の長さくらいがいい。これくらい？え、なんかこれ白石麻衣さんの髪型。怒られる。ダメだダメだ、そんなダメだ、そんなにおごり高ぶってはいけない。白石麻衣さんの髪なのです。この長さ、この感じ、このくらいにしたいなと思う、本当は。そう、あの、なんなら、あの美容院行った時、昔白石麻衣さんくらいでお願いしますってずっと言ってた。そうなのよ、寄せてたね、寄せてた時期あったね、寄せてたけど寄らなかったね。やっぱあれは、あの白石麻衣さんがやるから白石麻衣さん、そう、一番のね、なんかアイドルとして、人としても一番憧れの人ですね。なんだろう、私のアイドルになりたいと思った原点の人なんです。原点の方が白石麻衣さんだったの。なんか飾らないあの雰囲気が好き。俺は最近ハライチの澤部さんにしてくださいって言ってる。最高、めっちゃいいね、それ、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。そういうのやってこう、やってこう、なんか憧れの人に近づいてこう。おお、俺の好きな曲だ、今やってるのね。え、何？何何？気になるな。鼻かゆ。でも昨日のエッサ収録風景の写真なんて可愛さで負けたいの。え、あ、昨日、そうだそうだ、ツイッターだ。そうですね、昨日ツイッター担当させてもらったんだ、そういえば。
ファイヤー今かなり髪の毛短いよね。月9に出るけど、そうだ、教場に出るために今髪の毛短いんですよね。かわいい。花粉どうよ。え、聞いて、今日めっちゃ調子いいの。外にいたのに鼻水出なかった。よかった、めっちゃ嬉しい。今日調子いい。調子悪い日は、あ、もう収まってきたってことか。あ、何、もしかしてもうこんなに鼻水噛まなくてよくなってきた。え、嬉しい。いや、それがさ、悪い日、調子悪い日なんて、あの、目覚まし時計鳴ります、起き、目覚めますの途端からティッシュから離れられないからねずっと鼻かんでるもん。鼻かんで、あー、もう朝から疲れたようで、横になった途端にもう一回鼻かんで、もういいよと思って鼻かんでで、立ち上がって、ようやくお布団から出て鼻かんでね、そのね、顔を洗って鼻かんでご飯食べる前に鼻かんで、ほんとそんな感じですね。 NMB さんもやってる。うわー、見たいね。そう、ほんとティッシュが友達。もう今でもね、ここにあるもん、ここにこのね、贅沢保湿ってやつ。おかげで鼻の下そこまで赤くならなかった。あの、普通のティッシュ使って鼻かんでて、鼻赤くなりかけて、で、あ、これは大変だぞと思って。なんか普通の時、なんかさ、別にさ、こういうことをさせていただけてなければ、別に鼻の下真っ赤だろうとさ、真っ黒だろうと、真っ黒はダメだけど真っ赤だろうともいいやと思っちゃうんだけど、なんかメイクでごまかすの苦手な人間なので、なんかメイク下手くそなのかな、なんか赤みとかうまく消せない人だからさ、それなら赤くしちゃダメだと思ってで、これを買っていただき、これを使いました。真っ黒は違うね真っ赤でも真っ黒でもって、なんか勢いのって言っちゃったよ確かに真っ黒はダメだね。ひげ描いてる真っ黒で思い出した。あのさ、え、花セレブって甘いんだよな、食べたことあるのすごい今話そうとしたことが止まってびっくりしちゃったえ、花セレブって食べれるの？甘いの？すごい甘いんだすごい。そう、あの、真っ黒で思い出したんだけどさ、イカスミのパスタって美味しい？ HKT さん、え、待って、あれだよね、 HKT さんは知ってる、あのメロンジュースだっけ、やってんだっけ。今日それは見た気がする。本当に高いティッシュってちょっと甘いんだよ衝撃事実。イカスミ好き？え、美味しい？食べたいな。なんかちょっと気になってる。お歯黒になる？悩む。じゃあ、あれだね、あの、一人で行くといいんだね。一人で食べに行けば。もうイカスミのパスタやってるカフェって近くにあるんかななかなかないよね。でも歯真っ黒になるんだね。あの、今日も歯医者さん行ってきて、歯綺麗になりましたクリーニングしてもらってたんですけど、なんか1日で終わらずに、なんか数日に分けてやってもらってたんですけど、綺麗になりました。うん、長野じゃない、新潟にね、行ってました。頑張った。ちょっと痛かったまあ、それはね、歯医者さんで全くの痛みのないのはないよね。こんばんは、1日の喜びに行ったものです。お、ありがとうございます。嬉しい。明日の公演は歯にも注目恥ずかしいな、どうしよう。
口パクになっちゃう。口パクもできないんだった。もう無音だね。歯を見せないとなると歯をきれいにしたらすっきりしました。歯ブラシ、日々の歯ブラシも頑張ろうと思います。土曜長野で一泊したんだけど、お部屋にリンゴクッキー置いてあって美味しかった。お、リンゴクッキー美味しそう。いいね。俺も矯正したいけどなかなか勇気出ない。あー、あれじゃない、マウスピース矯正ならいいんじゃないかな。お高いけどお高いけどね。お高いしお時間もかかります。え、ま、今48グループ4グループ、え、何、46もいるってこと。勢ぞろいで歌ってる。うわ、いいね。え、待って、48かな。明日初パーティーです。ありがとうございます。あ、メールもありがとうございます。歯並びはいいんだよね私。え、元ユナ パターン48だけ。48グループだ、いいよね、見たいね。こんばんは。カレー食べれないのはちょっと、ああ確かに、あでもね、マウスピース矯正なら多分大丈夫だよ。あのワイヤー矯正だと、あのなんだっけ、このゴムをつけるんですよここに。喋り方と顔が絶妙にブサイクっていう、ここにゴムをこうつけるんですけれども、あのそれをつけてたらカレー食べると着色しちゃうんですよ、ゴムが。で黄色いゴムになっちゃうんですよ。なので食べたくなくて。あ、終わった、ホテイトグループ終了しました。あ、じゃあ録画を楽しみにしてます。ワイヤーって何年くらい、2年くらいかな、2年、3年、2年、それくらいかな、2、3年だね。ゴムもクリーニングできればね。ね、私もなんかあの定期的に買いに行ってもらいました。変えてもらいに行ってました。やっぱカレー食べなくてもお茶とかで着色していっちゃうから。そうなのよね、なかなか長いんですよね。頑張ろう。この前の公演激しめでした、ありがとうございます。着色しても食べそう。え、わかる、着色しても大丈夫ならね。でも私さ、めっちゃちょうど良かったのが、そのこの2年3年ってマスク生活の日々だったから、なんかそこまですごく目立ってはなかった気がしたの。すごいナイスタイミングでできてよかったなと思って。うれぴよー。でもあのマスク生活に入ってから矯正した子結構増えて、あのやっぱ、あ、このタイミングだってなった方が多かったんだろう。アイドルになってからしてたのかと思った。時間かかるのもちゃんから教わったです。そう、時間かかりますよ。何年もかかりますよね。そう、めっちゃいい機会でした。いいタイミングでする決意ができてよかった、本当に。お、なう50分、ありがとうございます。21時からからね、そう、マスクしてるとね結構見えないからね、いいよね。いや、これからさマスク外そうか迷うよね。まだ私はしてるんだけど、でも街中歩くとき大体するよね。なんかわかんない、外すタイミングわかんなくって。なんかね、東京とかの
方ではもうたくさんの人が外してるとかって風の噂で聞いたんですけどどうですか皆さんの周りは。なかなかね外す勇気が出なくって、あ確かに花粉がひどいからね、わかる、なんか外すタイミングがわからない。まだつけてるかなって感じ。外では、あわかる、電車とかね、あ人混みとかね、確かに確かに、時と場合によってね、外した人が増えたらみんなさらに前ならない、確かに大多数の人が外し出したらもう外すだろうねでも確かにお外では外すかも、なんか周りにあんまり人いない外とかならね、ケースバイケース、確かに花粉があるとね無精ひげも隠すって言うねおひげを隠す、確かにおひげ剃り大変そうだよね。あのお父さんのひげ剃りとか見ててもさ大変そうだなって思うもん、ウィーンってやってるあれさすごいめんどくさいでしょ、傷つかない、大丈夫、なんかこの辺切れそう、この辺あそうそう、そんな、そう、あので電動派、電動なんていうのあのなんだっけ、泡つけてシェービングじゃないやつだった、パパ、たまに切れる、やだ。あでもさ、あの面白かったのがなんかなんかさ化粧水みたいな、そのひげ剃り後の化粧水みたいなのをのお父さんの塗り方超独特でちょっとめっちゃ面白くって、これさ話していいのかな分かんないけど、あの話すわ、分かんないけど話すわ、あの手に取るじゃん、そしたらなんかドラミング のゴリラのドラミングのヒゲバージョンみたいな、なんかこんなんなんだよね、すごいもう勢いがよくって、パン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 みたいな、すごいもうこんなさ痛くないのって言いながら、あのお肌はもうちょっと優しく扱ってあげて言いながらすごいよ、勢いがすごいから、えわかる、えみんなそうって感じ、あえみんなそんな感じ、あそれがみんなそんな感じだったんだ、そうなのねてっきりうちのお父さんだけかと思った、あ叩くのは正しいの本当に温泉で見たことある、叩きつけちゃうの分かるね、あ化粧水はコットンにつけてお肌に塗るはめっちゃ正しい人いたじゃん、もうより正しいことしてるよ、ね、いやみんなお肌はあのお肌のあの表面ってめっちゃ薄いんですよ、だから本当に気をつけてください何の授業をしてるんだか、あの手にこうやって絶対摩擦を与えずにキュッキュッってしてあげてください、なんか染み込めって念じながらだと本当に染み込むらしいので肌に染み込めって思ったらできるんですよ。55分ありがとうございます、えみんな嬉しい、ありがとう、55分ということで、あのとりあえずスクショタイムをしようかな、えさこいさんぜひ開けてください、せーの、これあれだね、なんだっけなんだっけ、これヘッドホンにしときます、お猿さんみたい大丈夫かな、ぜひ聞いてねということで、じゃあ壇上読みをしようかな。
これじゃない。オッケー。それじゃあ13位から読みますね。13位、ケータ&カレーさん、ありがとうございます。12位、スイバラの赤 T サンサンさん、ありがとうございます。11位、リュウさん、ありがとうございます。10位、パックさん、ありがとうございます。9位、ハイスノーサンサンサンデーさん、ありがとうございます。8位、カンサンさん、ありがとうございます。7位、ディーヤマさん、ありがとうございます。6位、セッテンガーさんさん、ありがとうございます。5位、マーさんさん、ありがとうございます。4位、ハクタカさん、ありがとうございます。3位、カカシさん、ありがとうございます。2位、キッドサームーン&ティアラモエさん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんさんです。ありがとうございました。はい、そして今日もたくさんのギフトとコメントとお星さん、本当にありがとうございます。応援ありがとうございます。お、同じ皿見上げてこう。ありがとうございます。ということで、改めましてですが、これから21時からのね、えさこいさん、ぜひお聞きください。今年度初のえさこいさです。ぜひ聞いてね。はい、そして今日も見てくれてありがとうございます。今日はあれだね、新年度の初日だったね、月曜日でね。もしかしたら学校が始まった方とか、新生活が始まった方とか、お仕事でも何かが変わった方とかいらっしゃるかもしれません。一番ね、疲れやすいっていうか、精神的にも体も一番疲れやすい季節だと思うんですけど、一緒に私配信とかね、たくさんいろんなところ、メールとか配信とかで癒しパワーをお届けできるようにしていきたいと思うので、ぼちぼちと一緒に頑張っていきましょうね。頑張りすぎずね、もう無理だって思ったら1秒でいいから投げ出しちゃえって感じでね。ね、たまにね、私の配信とかメールとかでなんか癒して癒されていただきたいなと、わかんない、なんて言えばいいかわからないと思いますね。ぼちぼちいきましょう。ということで、今日も配信ありがとうございました。そして今日も一日お疲れ様でした。それじゃあまたね、おやすみなさい、バイバイ、またねー、おやすみー。